イディアム定期公演全力で楽しみましょう。一期一会。
感謝を込めて伝えます。最後の曲です。無我夢中。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ暑い。ありがとうございます。本当に本当にありがとうございました。ありがとうございました。そしてここで少しお話をさせてください。イディオムは、デビューして半年が経ちました。そして毎月のようにイディオムは定期公演をしています。そして毎月のようにここにみんなが集まってくれます。それは全然当たり前のことじゃなくて、でもここで7人でこうやってステージ立ってるのも全然当たり前のことじゃなくて、でもこうやって当たり前をくれたり、私たちが頑張る理由をくれるのは、皆さんいつも応援してくださる方や今日ここに集まってきてくれる方のおかげです。そして7月もイディオムは定期公演があると思います。てか絶対あるんですけど、その時にまた一緒のみんなのお顔が見たいです。本当に本日はイディオム定期公演に集まってくださりありがとうございました。ありがとうございました。そしてここで告知がございます。はい、なんと7月11日に渋谷テイクオフ7にて風間ひろの生誕祭があります。ありがとうございます。初めての生誕祭なのでぜひ皆さんと一緒に楽しめたら嬉しいです。あとこの後10時にツイッターにて告知がありますので、その見てくださったら本当に嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はイディオム定期公演、改めて本当にありがとうございました。それでは以上、私たちイディオムでした。ありがとうございました。ありがとうございました。